唐山天ヶ崎下坂部店。これが今回の新発売メニュー。コンソメから揚げの洋食盛り定食869円。いただきます。このメニューはコンソメから揚げをメインに目玉焼きとナポリタンとタコさんウインナーを添えてみんなが笑顔になる一皿に仕立てた。タコさんウインナーの中にはたまにこのキングタコさんが紛れているらしい。今回は当たりだ。コンソメから揚げはコク深さと豊かな香りが口いっぱいに広がる。見た目のシンプルさからは想像つかない旨味を堪能できる一品である。実にうまい。普通のタコさんウインナーは実に懐かしい感じ。そしてこのナポリタンも昔ながらの味を堪能できる。もちろんご飯が進む。唐山の味噌汁の具はとろろ昆布である。それが嬉しい。目玉焼きをご飯にのせる。俺は目玉焼き丼にして食べるのが好きだ。目玉焼きを崩しながら食べていくのがたまらん。俺はこの食べ方をよくやる。最高にうまい。コンソメから揚げの上にかかっているトマトソースが懐かしい感じの味わいでうまい。これはうますぎる。ナポリタンとキャベツを一緒に食べるのもうまい。この新メニューうまいのでおすすめです。ぜひ一度お試しください。そして唐山ではイカの塩辛が無料食べ放題なのでご飯にのせていただく。この塩辛が実にうまい。唐山で一番うまいのはこの無料の塩辛かもしれないと俺はいつも思う。この新メニュー食べると多分大満足すると思います。美味しかった。ごちそうさまでした。チャンネル登録お願いします。